必ずやろう日本最高坂井豊かですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします5月15日のデイリーニュースをお伝えいたします今回はま円安問題これをまどう捉えるかまこの辺について語ってみようと思います4月29日に1時1ドル160円台までこの売られた円というものが まあその後、日本政府の介入と思われる動きを受けて、円高方向に動いて、5月3日には、一時期、1ドル151円台までこの上昇するということがありました。 でその後はまたですね、まあ、徐々に円安基調というものが続いていて、まあ、5月14日の段階では1ドル156円台を動いているというそういう状態になりました、まあ、再びこの円安方向になってきている、えー、こういうことからですね今後も物価高が続くとして、まあ、不安視している方もまあ多いかとは思いますでその気持ちはもちろん私も理解しますし決して好ましいことだとも思っているわけではありません でただその批判の矛先というものを日銀の上田総裁のこの姿勢に向けがちであるというのはこれは私はあまり適当ではないと思っているんですねで。日銀がですね、まあ、金利を多少こう上げればまあ円安はまあなんか修正できるっていうふうに考えている人がまあ結構いたりするわけなんですけれども話はそこまで単純ではないとまあ見るべきではないかと思います。例えばなんですが あここからですね。さらに、まあ、プラス零点二・五金利を引き上げるということをやったとして、それがこの円安是正の効果を持つというふうに言えるかどうか。これは確実に言える。人はいないと、私は思っています。円安を意識して、零点二・五パーセントの金利の引き上げをまあやった。ところで、なんですけども。 日銀は円安を意識しているとかっていうことでもってですね陶器筋が逆に勢いいいづく可能性もこれはないとはななと言えないんですねじゃあサプライズで0.5%まで金利を引き上げれば円安を止められるんじゃないかってそれで効果がなければさらに金利を引き上げれば止まるんじゃないかと言われたらいやもちろん確かに効果はあるでしょうしえおそらく止まるということを言ってもいいとは思います。 しかしながらそれって日本の金利水準を大きく引き上げることになってしまうわけでそれは日本の経済活動に対して様々なブレーキ効果を持つとということも理解しておかなければならならいっていことですよね例えばなんですけど住宅ローン金利これは当然ながら利上げを下げれればもうかなり上がってくるということになるわけなんですが。 えー、住宅ローンを抱えている多くの家庭のこの消費活動は当然ながらそういうことをやればこれは抑え込まれることになるはずですよねで。で企業の借り入れコストも当然上昇することになりますで。でそれがまだまだ強い動きを見せてないこの現在の日本経済にとってプラスに働くんですかマイナスに働くんですかっていうことを考えた時に私はそれがプラスに働くっていうふうには思えないわけなんですよねまあよくね。 その金利のある世界に早く戻るべきなんだとそこでこうね勝ち残れるそういう強い企業がまあ中心になるべきなんだということがまあ単純に言われることがありますでその語られていることが私100%間違ってるとは思わないんですけれどもでしかしながら経済環境がぐっと良くなっているっていう環境の中にあっても。 まあそこで6スポをクロジを出せないようなそういう企業というのは私は淘汰されるべきだというふうには思うんですけれどもまあ今力強い動きがこの経済にない中でそういうことを一方的にですねその企業側に対してだけこの責任を求めるっていうのは私は正しい見方だとはあんまり持ってないっていうところがあります。円安のの問問題題とととといいううでですすすねこれマネーーしてまあイメージされれやだ思んけども 日銀の果たす役割っていうものをものすごくこう大きくイメージされやすいんですけれどもこれ実際にはまあ日銀がこの金融政策を通じて実行できることっていうのはですねかなり限られているというふうに考えるべきではないかというふうに私は思いますでその上で私たちが考えるべきは何かといったら日銀の金融政策に頼らないでこの円安問題をどうこう対処していくのかっていう えこういう処置のことでありまた円安を利用した日本経済復活策えこれをえ考えるべきではないのかまあこういうふうに私は思ってますではまず最初の方に言った日銀の金融政策に頼らないで円安を是正する措置こちらから考えていきましょうこの点で最近よく注目されているのがレパトリ減税というものです えー、産経新聞は4月30日の記事で34年ぶりの円安水準で注目されるレパトリ減税導入6月のコネブト方針に明記の可能性もと報じましたでまずはレパトリ減税といってもですね何のこと言ってるか分かんないっていう人もまあ結構いるかと思うのでまずレパトリ減税について説明しますね、えー、日本企業が海外に持っている資産を、えー、日本国内にですねこの持ち込む際に そのままでは、えー、日本にある法人の、えー、この法人収入が増えるということになるのでこれ法人税の課税対象になるんですね。でこの課税対象となる収入についてまあ減税を行うというのがレパトリ減税というものになります、まあ、アメリカでは、えー、コブッシュ政権のですね2005年にこのレパトリ減税というものが導入されて大きな効果がありました。 でこのレパトリー減税はみずほ銀行のチーフマーケットエコノミストの唐釜、えー、カカ大介氏がこの積極的に提唱していることでも知られていますで私はですね唐カカマ氏の発言には割と注目している人間ではあるんですけれどもこのレパトリー減税についてはまあ普通のやり方やっても大した効果はないだろうなという立場なんですねというのはですね 実は日本においては2009年の税制改正で実はかなり大胆なレパトリー減税をすすででに実施しているからなんですよ外国の子会社から受けるこの配当の95%相当額をですねこの非課税所得とするということを認める外国子会社配当益金不参入制度という優遇政策がですねすで、まあ、に導入されているんですねつまりレパートリー減税の減税効果は残りの5%の収入に対する分しかないんですね まあ、カラカム氏は少しでも外貨の日本への流入が必要だと考えるのであればこの5%に対してでも税優遇は必要で企業に対するメッセージになるという、まあ、こういう考えなんですけど私は正直言ってですねこの95%がすでにこの減税対象となっていながら、えー、なんで日本企業は日本に資金を戻さないのかって考えた場合。 そりゃ現地ででで再投資した方がですね企業かかからら見れば儲かるからじゃないもっともですねこれ100%にしたらマイナスの効果を発揮するのかといったらそんなことは全然ないですから100%にすることには私は反対はしませんけれどもまあそれで効果が出るのかといったらいやほとんど効果はないっていうふうに見た方がいいんじゃないかってことなんですよ。 であえてこの効果を出すというレベルでレパトリ減税を考えるんであれば100%にするということに加えてレパトリ分とですねこの同額の国内利益についてもこれ減税するくらいのことをやるべきではないかと思うんですね。まあ、以上いろいろこう喋ってきたところ、まあ、かなり抽象的にえ話をしているので分かりにくいかもしれませんからさまざ、あ、まなケースについてちょっと具体例を使って考えてみようと思います。 国内で年間で1,000億の利益を出していてこの海外の子会社の配当が100億円あるこのいう企業があるとしましょう一切のレパトリ減税が認められていない時にはこの100億円の配当をそのまま日本国内に持ち込むと日本の法人税ではですね国内で上げた1,000億海外からの収益の100億これを合わせた1,100億円に対して法人税がかかるということになります。 これに対して2009年の税制改正後の現在の日本の在り方ではこの海外子会社の配当の100億円のうち95億円分については非課税扱いになってますから海外子会社ののの配当ううち課税対象とととななるのは5億円だけということになりますそうすると法人税の計算対象とする企業利益は1,005億円ということになるんですね。 カラカマシが求めている100%のレパトリ減税というものを実施するとまあ日本企業にかかるのはまあ国内利益で上げられた1,000億円だけということになりますまあ課税対象が1,000億円か1,500億円かというのは企業側で見た場合にはですねそんなに行動を大きく変えるほどの効果はないんじゃないかまあこれが私の見方ですまあ法人税率確か今22%ちょっとだったと思うんですけれども そこから考えると税金として新たに加えられるのがまあ1億円ぐらい増えるのかなっていうところまあもちろんそれはゼロにした方がまあいいんでしょうけれどもそれでもってですね企業が大胆に行動を変えるというのはちょっと考えにくいかなっていうのが私の見方ですでは私が考えているさらなるやり方だとどうなるかということを示します で、一千億円の国内利益のところで、この百億円、これを国内還流させたら、この国内還流させた。百億円について、免税するだけでなくてですね。この百億円分と同額分を国内利益も減税するというものになります。つまり、一千億円の国内利益のうち、九百億円分については。 まあそのままの税率で計算をして課税を行い残り100億円については法人税率をですねえ例えばなんですけれどもーこれ3%程度を引き下げるというようなことをやるんですねつまり先ほど22%ちょっとっていう話をしてましたけれどもこれを19%程度にまあ引き下げるというこういう感じの話ですそうすると国内に資金還流させればさせるほど 国内の法人課税額を引き下げられることにつながっていくわけですからこうなればなんですがその国内こういうやり方を財務省が簡単に受け入れるかどうかといったらなかなか厳しいところもあるのがこれ悩ましいところなんですが私はレバトリ減税をやるならですねここまでやるべきではないかっていうふうに思っているんですね。 最もこの減税率についてはよくよく考えてやるべきであって、これやりすぎると円高になりすぎるという恐れも出てくるわけです。税率はですね、まあ私が当初3%っていうふうに考えているのは、まあ日米の長期金利ですね、10年国債の金利差がまあ今。 ぐらいあるんですけれどもまあそういうような状態から見た場合まあ3%ぐらいがまあ妥当な水準かなっていうふうにまあ今見ているっていうところがありますがえまあ税率は毎年見直しするくらいのまあ対応をすべきではないかと思います。ですねで以前にも話しましたけれどもそもそもその海外投資を行うのに非課税扱いにできるというのが ねね、本来おかしいんじゃないかなっていうのが私の意見なんですよ。えー、日本企業を止ますわけではない日本国を止ますわけではない海外にどんどんお金をくれてやるそれに対して減税やろっていうのはおかしいんじゃないのっていうのがこれが私の意見です。 国内投資を行って日本国や日本企業を応援しようということであればそれはまあ非課税である大義名分というものが私は立つんじゃないかまあこういう立場なんですね。したがって現在その投資信託で海外企業への投資これがまあ含まれているものにもまあ別に普通に投資していいですよというのがこれ今のニーサ制度になっているわけなんですけれどももう それはですね、もう国内だけのものを対象にした投資信託に乗り換えさせるということをやるべきじゃないかということなんです。もう海外に投資しているものはもう非課税枠の対象外になるんだということをま打ち出した上で。 えも,っともですね、まあ、今からその海外投資向けにこの NISA で持ってですねやっていた投資信託買ってた人が多いわけですが、まあ、その人たちが、まあ、その投資信託を売らなきゃいけないっていうこういうことになってくるわけでその際のもう手数料、えー、乗り換え手数料の類ですねこれはもう全部国がもう面倒を見るから乗り換えてくれと。 まあ今からでも私はは方針転換すすべきででなないいかまあそんな風に思っているわけですでこれら2つの手を打つことで日銀が金融政策を変更することなくなんですが海外への資金流出が止まっていくということになるので私はこちらの方が円安を止めるには力を持つものだというふうに思っているってことです。 そしてこの日本企業が国内に還流された資金でもってですね自社株買いというものをこの積極的に行って株価の上昇に努めるっていうことをやればなんですけどこれ国内投資のニー s を盛り上げるのにも利用ができるということになりますよね。そしてこれであれば国内の金融環境においてですよ緩和的な姿勢というものをこれ続けていったとしてもこれ円安による物価上昇に苦しまなくても済むことになるじゃないですか。 で次にですね、えー、もう一つのポイント円安をを利用した日本経済復興策これを考えてみようと思いますでまあ以前にも話をしたことがあるんですが日本の農業は今のこの円安水準であれば世界的な競争力を持っているんですね。でしたがってもう従来のこの保護主義的農政の在り方というものをこの抜本的に転換して 規制の少ない農政にしてですね世界をマーケットとして描いたこの新しいあり方にもう思い切っ,ってこの切り替えていくということを私は進めるべきではないかというふうに思っています今日本のお米ってもうたくさんの品種が溢れていますよね昔であれば、まあ、笹西木とコシヒカリ知ってればだ、ねえー、日本のお米大体知ってるみたいな えそんな状態だったっていう時もありましたけれども今今やももうう本当ににに全然よよくくかんないいいぐらいに多ののの種類のお米というものが今巷に出回ってますよねしかしながら日本の,その品種改良されたこのお米といってもこれ基本はこの原反的な意識っていうものから抜けきれていないので収量の多い品種ね要するに取れ高の多い品種ですけれどもこれほとんど作られてないんですよ。 国内しかマーケットがない中で人口が減っている、パン食も普及している、肉体労働が減って、摂取カロリーというものもどんどん減っている、脱炭水化物ダイエットみたいなものまでどんどん流行っている、その状態の中で、米の収量を拡大させるなんていう、そういう品種改良っていうのは、ですねもう完全にタブーになっているからなんですね。 え民間企業が開発しているお米の中では収量が増えるということをまあ目指しているものもまあ,あったりはするんですがまあそういうものはむしろ例外みたいなな感じなんですよでもう10年くらい前になる方なと思うんですけれどもカリフォルニア米のコシヒカリのえ単種単種っていうのはまあ一旦あたりの収穫量っていうことでまあ同一面積あたりでの収穫量がですねまあ,あっちの銘柄の方が えー、たくさん取れるとかこっちの銘柄あんまり特に取れないとかまあそういうことで比較される、えー、ものがあるんですけれどもこれが日本の腰光よりもですねこれ4割、えー、多くなっているということを知って私驚いたっていうことがあるわけなんですねえつまりアメリカは日本の腰光を、えー、入れてからですねそれを収量がどんどん多くなるように えー、さらにその品種改良を行うということをやっていったのに対して日本ではそういう努力を全くやっていなかったからもうその時点で4割ぐらいいいい差がついてているっううよよなな状態なんですよでおそらく今ではもっと差がついていると思います。世界を相手に自由競争で勝ち抜いていくそういう農業を目指すんであれば収量が逆にですねこれ増えた方がこれ有利になりますよね。 もちろんですよそれ味を大きく犠牲にするようなこの感じのことがあってはそれはいけないっていうのはまあもちろんなんですけれどもまあそれでも収量をどんどん増やしていってまあなるべく多く作ってなるべく多く売るっていうそういう,うーマーケットの見方をした方がこれがいいわけでそっちの方が日本の農業儲かるわけなんですよで私は現在の生産量の2倍以上のお米というものを作って。 国内で消費できない分はもうバン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 、えー、世界に向けて売っていくっていうようにした方がいいんじゃないのとでそのあり方の方がこの食料安全保障の見地からも望ましいんじゃないか、まあ、そういうふうに見ているわけなんですね。でこれ農業に限らずなんですけれども世界マーケットを真剣に考えるっていうことにおいて日本人はまだまだ不慣れなところっていうものがあってここは変わっていくべきところではないかというふうに思っていたりします。 で円安を利用した日本経済復興策のもう一つは製造業の国内回帰というこ,とになりますこれもまあ以前から何度も話をしていることなんですが原発からおおむね半径30キロ以内の県内は原発のみの発電コストで電力料金を設定してあげる、えー、こういうことをやればこの原発の周囲というところに製造業が集まりやすくなっていきますよね。 でこういう環境を私は築くべきだっていうふうに思っているわけですでこれであればこの国際競争力のある電気代で製造業を国内回帰させるということがこれ可能になってくるわけで海外進出企業が日本にこの工場を回帰させる力にこれ間違いなくなっていくじゃないですかまあ私がこういう話をしてもですねいや人手不足が今日本では深刻じゃないかと 人手不足の中で製造業が国内回帰しようと思っても働き手が捕まらない以上これ無理なんだよとまあこういうことをまあよく言われたりはするわけなんですけれどもまあそのために私は今の日本の解雇規制を抜本的に緩めるることが必要ななんんじゃないかって思ってて思ですでさらに AI 化これをもう世界で最も進めるっていうことをガン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 やって。 えその既存の企業の中から余剰人員がむしろどんどんあぶり出されるっていう状態にしていった方がいいんじゃないかでそうするとその回帰してくるこの製造業にバンバンそういう人員を吸収させていくっていうことができるわけでそれが国力の増進に大いに寄与してくるっていうことになりますよね。ちななみににする国内工工場場おいては極力資本集約的なまあ工場 まあ、つまりですねまあ、人手をあまり要しない、えー、そういう工場というものをまあ、目指せば良いと思っていますあまり人手を要しないそういう工場であればまあ、今後まあ、円高に触れていくということになっても人件費の影響をほとんど受けないということになるとなんですが実は競争力が維持できるということになりますよねで、そうなるとこれ円高を恐れなくても良くなってくるということにもなるんですよで、脱中国で国内回帰した場合のこの補助金なんかもですね これも潤沢につけて一気に国内回帰というものを図るべきではないかこんなふうにも思っていますで円安を利用して一気に製造業の国内回帰というものを果たすことがこれできるということになればなんですが日本はは工業力においいいいてもも強いポジションとととううのを再び獲得すするることがでできるはずなんですねでそうするとこう農産物輸出が増えそして工業輸出が増えるということになるわけで。 貿易収支はまあ今赤字気味に動いているわけなんですけれどもこれを再び黒字基調に戻すこともこれできるようになりますよねで、円安が進行しているっていうのはですねこういうチャンスが巡ってきているということをこれ意味するわけなんですね円安に文句を言うのでとどまっているのではなくてむしろ円安を生かす政策を考えることの方がはるかに重要で健全なものの見方なんだということを 改めて訴えたいと思います必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます